有害性が指摘されている有機フッ素化合物 PFAS について県が県内全域の河川33か所で濃度の調査を始めました県によりますと全国各地で高濃度の PFAS が検出されたことを受け県が先月下旬から県内33地点の河川で PFAS 濃度の調査を始めました県は 来月をめどに調査結果を公表する予定です県内では浜松市の航空自衛隊浜松基地周辺と静岡市清水区の化学工場周辺の水路や地下水から国の暫定指針地を超える PFAS が検出されています県は2011年度から2019年度にかけて 県内34地点の川の水を継続調査していましたが、指針値を超える数値が出た地点はなかったということです。